皆さんこんにちは。今回は、1.1 後半で実装される新キャラ玉空。玉空の事前ビルド動画になります。それでは、情報を確認していきましょう。私は虚数属性で、調和の運命を歩んでいる。戦闘スキルを発動すると、2層の名言号令を獲得でき、名言号令が存在している間、味方全員の攻撃力がアップするわ。この名言号令は、味方のターンが終わるたびに1層を解除されるの。簡単に言えば、戦闘スキルは味方の攻撃力を2ターンアップできるんだ。ということで、玉空のスキルはシンプルに仲間を2ターン全体攻撃力アップということなのですが、はい、翌放送を見たところ、7日が行動で1ターン、海王も行動で1ターン分消費しています。ラウンドではなくターンで説明があったから、まさか、そういうことなのか。一番下の獲得ターンは減らないって。発動した瞬間には減らないって意味だよな。ということで、玉空の顔の下のスタック数を見てほしいのですが。スキル発動で2スタック。7日が殴って1スタック減って。壊滅主人公が殴ってスタックが消滅。ということで、使いどころをミスると、北条キャラで攻撃力バフを消費してしまうとかなりそうです。例のごとく、読んで字のごとくな内容っぽいですが、ちょっと勘違いしがちかもしれない。もちろん、実装されないと何とも言えないので、これは、杞憂である可能性があります。ただ、普通に勘違いして期待してしまってた。星4で考えると確かに、それが妥当な気はしなくもないか。ってことは、持続しないなら SP 消費は結構重そうな印象だね。ジン、アラン、スショーとかあの辺の SP が緩そうな。あの辺のキャラと相性良さそうだが、少なくとも、今の認識だと SP 調整は結構大事そうなキャラ。あ、でも師匠は必殺技で行動ターン増えるから、バフの継続時間が不足しやすくなる説あるのか。あとは、ターン消費としてカウントしない。必殺技をバフ中に割り込ませられれば、実際はそこまで気にならないかもしれないけど、どちらにせよ、毎ターンスキルが必要そう。この後説明しますが、必殺技も、スキルとだいぶ共有する能力ですからね。探索中に私の秘技を使えば、一定時間移動速度が上がり、次の戦闘開始時に名言号令を2層獲得できる。いいね、これで簡単に敵を振り切れる。通常攻撃を行うと、私のテンプである鉄殺矢が発動し、追加でダメージを与え、その攻撃の削人ダメージがアップする。この効果は数ターン後に再び発動することができるわ。続いて玉空のテンプについてです。玉空のテンプは、通常攻撃命中時、追加ダメージが発生して人生を大きく削ってくれます。規定ターンに一度までしか発動できないが、虚数で人生を削れるってだけで正直優秀だな。ベルト難民、そして羅刹難民仮には嬉しいでしょう。忘却の庭の虚数ハラスメントマジ勘弁して。テンプレベルを上げると追加ダメージが上がる感じになるのかな。比較的実装後は優先的に上げなくて良さそう。必殺技の感運線を発動するときに名言号令を持っていると、名言号令の効果を強化して味方全体の会心率と会心ダメージをアップさせてから敵単体にダメージを与えられるの。ということで、必殺技なんですが、スキルのバフを強化して会心率と会心ダメージのバフを追加するというもの。スキルの使用が、味方の行動1回で消費なら、人生削り目的以外で使うとしたら、かなり、使うタイミングが重要になりそうです。順守が動きまくって、バフが消費されきってたら、スキルをした直後くらいしか、使えなさそうだな。1層でも残っているなら必殺技を、他のキャラの必殺技を挟みたい感じがあるね。続いて奇跡ですね。上から昇格1、2、3と呼びながら進めます。まず、昇格1、完全デバフ耐性かな？一定ターン次第だが、嬉しい効果。昇格2、虚数ダメージバフ効果。今のところベルトと羅刹と自信用。虚数純アタッカー待ちという感じかな。玉空の火力をどれくらい求めるか次第で、このパッシブは後回しにしてもいいかもね。昇格3、スキルのバフ中。味方が動くと玉空の EP が回復。これは、必殺技もカウントされるのか。
実装後要検証ですね。ちなみに虚数のダメージアップは、アスターと同じなら、18% アップになると予想されます。虚数4セットと、ベルトを合わせた編成でいきそう。ということで、虚空の事前情報を見ていって思ったのが、結構虚空のバフを意識しながら、アタッカーの必殺技を使う必要がありそうで、敵の HP も結構気にしつつ、テクニカルな仕様になりそう。低運やアスターはバフの消費ターンがわかりやすかったり、低運はそもそも継続ターンが単体の代わりに3ターンと長めなので、ブローニャは一応バフの効果はわかりやすくなっている。その代わりブローニャは SP の調整がかなり大事で、今回の玉は、バフの消費ターンを意識する必要があるという調整なのか。少なくとも、バフの更新の関係で、速度は他のキャラ以上に重要そう。ここから、高円錐などの考察へ。高円錐についてですが、特別玉用ってのはなさそう。あればもちろんブローニャモチーフがいいと思います。ただ、味方に対して必殺技を発動。という、トリガーに関してはバフを意識して使うことが大事だね。あとは、スキル後の仲間の行動ができるだけアタッカーになるように。で、星4は基本的に用途に合わせて、基本的に全てガチャさんの星4が優秀気味なので、あるやつを使うのがいいかと。軍港の高円錐も安定卓の一つ。ダンスももちろん適性があります。虚数アタッカーはいませんが、ベルト、羅刹、玉空、勤労編成なんかだと輝くと思います。EP 次第ですが、こちらも調整としてあり、単体の人生削りが優秀な印象なので、虚数弱点のボス相手だと、遅延に役立つでしょう。ちなみに低運の例ですが、チームの出力期待値はこんな感じなので、基本的には、惑星は虚数編成。それ以外は、1%、2% くらいなら誤差かなって感じ。過去と未来については玉空はキャラを強制的に、動かす能力はないので、基本的に非推奨となるでしょう。やっぱりブローニャ専用高円錐なんだろうか。とりあえず、玉空も大きく変わらないだろうって話です。異物は大きく2パターンかなと思います。まずは安定のガンマン。バフの回転率の上がる速度アップ。あとは攻撃力アップも輝きそう。スキル連打する想定なら通常アップはあんまりいきないかも。速度アップが大事そうだね。続いて、風4。必殺打つと行動順がアップ。ガンマンかこちらを選択するのが準サポーターとしては無難になりそう。基本的にはガンマンと同じくらいの行動回数アップになるようだぜ。まあ、ある方を使えばいいとは思う。で、虚数出しって理由でこちら。玉空は必殺技で敵単体ダメージ。ダメージ発生前にバフがかかるようなので、回心率、回心ダメージバフを乗せた。単体購買率、必殺技ダメージに期待ですが、敵がデバフ状態である必要があったり、金庫状態想定なので、編成はかなり選ぶことになりそう。ベルトと合わせて、虚数編成の時ワンチャンか？あるいは、普通に虚数にガンマン2とかの方が汎用性が高そうだね。要するに玉空火力ビルドっていうくくりの2パターン目だったな。オーナメントは、EP 調整や先行バフでウェンワーク。EP がどれくらい必要なのかは実装を待つ必要があります。そして、無難なお犬選手。こちらは、おそらくサポーター全員の問題であろう HP 補給と、攻撃力を全体に巻くことができるね。HP のアップ量は結構少ないが、全体攻撃バフが基本的に優秀だから損はないな。ということで、玉空の考察動画でした。いかがだったでしょうか？皆さんのビルド予定とかよかったら教えてね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。